い、どうも、選手の妻です。皆さんすいません、はい、一発目から暗いっす。暗いっすか。テイク2いいっすか、はいはい、ここも使、はい、しっかり使わせてもらいますけど、はい、いきます。はい、どうも、選手の妻です。イエイ、なんで最初からそれやってくんないですか。すいません、ちょっと緊張してということで、今日は全国各地で SNS で話題なキャバ嬢さんたちが集まってね、おります。イエイイエイ。ちょっと私も知ってる子もいますし、知らない子もいるんで、ちょっと一人ずつ自己紹介をしてもらおうかなと思います。はい、熊本県から来ました、キサラギレイです。今ちょっと在籍の店舗は探し中でないです。よろしくお願いします。はい、秋田県から来ました、秋田ニュークラブ風のいちかです。20歳になりました、よろしくお願いします。六本木から来ました、リオのアミです。六本木から来たは別にいいっすよね。ジャングル東京のニーナです。お願いします。お願いします。3人は六本木、私同じ六本木で、うん、2人が熊本、秋田県。じゃあリーナさん、はい、早速なんですけれども、せっかくなんで、はい、この5人の方々に、はい、いろいろと根掘り葉掘り、そうですね、はい、聞いていきたいなと。ちなみにこの5人なんですけれども、はい、5名の方々、僕が、はい、とあともう一人ちょっと別の方がいるんですけども、 SNS で Twitter とかで、はいはい、よくキャバ嬢系の、はい、ツイートを まとめてるといいますか、うん、この子最近可愛いとか、この子なんか注目みたいな感じでツイートしてるのだったりとか、ちょっと1ヶ月前ぐらいからちょっとインスタのグラムをフォローさせていただきまして、こそこそとチェックさせてもらってました。あで、あ、この5人がいいんじゃないかなということでお声掛けさせていただきましたので、はい、ありがとうございます。いろいろとここで喋ってもらえると嬉しいです。そうですね、はい、まあ、とりあえずキャバ嬢を始めたきっかけを聞いていきましょうか。はい、はい、じゃあ私から、はい、私は、留学費用を貯めるために始めました。留学はまだ行かれてないってことですか。留学は行きました。あ、行ったんですか。はい、でも私、はい、インスタグラム見てて、フィンランドかなんか行ってましたよね。行ってました。フィンランドでなんかもう大雪の中すごいとこ行ってて、私それでフィンランド行きたいと思って、調べたんですよ。めっちゃ嬉しいです。母親の誕生日か母の日かどっちかで100万円渡そうみたいな、なんか自分の中ですね、あって、フィンランドでオーロラを見てみて、でついてきてって言われて、絶対自分だったら行かないけど、行って、相当過酷ですね。フライトも長いですし、基本的にマイナス24度ぐらい。オーロラは見れたんですか。見れたんですよ。あ、それが素晴らしい。グローバルティーチャーズっていう。はい。次、と私はお金欲しいのはもちろんなんですけど、はい、旦那探そうと思って引っ越しました。まだ旦那が見つからないです。まあ、そうですよね。なかなか婚活系キャバ嬢。婚活系キャバ嬢。ですね、はい、きっかけは、まあ、単純にお金ですね、うん、うん、妹が3人いるんで、まあ、なんか憧れのお姉ちゃんがあって、何でも値段見んと買ってあげるっていうのは、なんか昔から憧れてたんで。なんか買ってあげられましたか。でもめっちゃ可愛いですよ、漫画とこからここまでみたいな。かわいい。私はなんか自分の存在をこう残したいみたいなって感じでやりたいなと思って始めました。SNS とか結構力入れてるんですか。もともと SNS がすごい苦手なので、はい、今頑張ってはいるんですけど、まだまだなんか苦手やなってこともあるんで、頑張って投稿してます。その自分の存在を残すっていうのは、キャバクラとして何かこう形を残すってことなんですか。それともなんかキャバクラ通して名前を売っていくみたいなことなんですか。どっちも生きた証を、生きた証を大丈夫ですか。今こう順番に来てめっちゃ考えていいストーリー作ってないですか。もうそれって決めてました。キャバクラ始めようと思ったきっかけは、交通事故に1回あって1週間寝てて、その間にもうやりたいことをやろうと思って、女を磨こうと思ってキャバ嬢始めました。
キラキラした憧れて。ちなみにお二人ニーナさんとリナさんお店が一緒。そうですね、同じお店です。ニーナちゃんとどうですか普段の。いやなんかこの感じで結構サワサワしてるじゃないですか、うんうんうん、可愛らしいみたいな。ボソボソっていう面白いなって。なるほど。真面目でいい子です。本当憧れの。おお、大丈夫ですか。ごますってないですか。いやいやいや、全然全然。次はキャバ嬢を始める前は何をしていたっていう感じですね。はい、私はあ、でももう多分就職っていう就職いいかもしれない。そうですよね、うん、大学生のアルバイトでキャバクラ行ってた流れで。なるほどなるほど。そうです。で私はアパレルで働いてました。それこそイオンとか。アパレル中のアパレルですね。イオンなんですね。イオン、イオンでした、うん、あ、じゃあ秋田のイオンで。あ、そうですそうです。私は18から働いてて、はい、2年間アパレルやって、その次は芸能のマネージャーを。1年半ぐらいかな。芸能に行くんじゃなくて芸能のマネージャーしてたんですか。やってました。ちなみに僕アミさんは、はい、今キャバクラ働かれる前その芸能事務所に勤務されてる時代から知ってるんですけど、マジで、はい、マネージャーじゃなくてタレントさんが出てきたと思って。そうですよね。 なぜ、うん、なぜ打ち合わせにタレントが座ってんだろうみたいな。別の方 の打ち合わせ行ったんですけども、うん、びっくりしました。その時の、もう出来上がってた感じが。あ、もう出来上がってたんですね。出来上がってました。大学生しながらキャバ嬢してました。で、おととしに卒業してキャバ嬢に進むために六本木に来ました。ねえ、その時はじゃあ北九。あ、そうですそうです、北九でずっと働いてました。じゃあそれでは憧れてるキャバ嬢さんはいるかどうかですね。まあ、いない場合は芸能人とか、まあ、全然違うジャンルの方でも大丈夫です。インフルエンサーみたいな枠になるんですけど、はい、渚りおちゃんっていう、ちょっと、はい、あの昔バーレスクで、あ、ダンサーやってた。そうですそうです。水色系ですもんね。そうです。そう、私が水色工場委員会って言っていつもなんか水色の着てたりなんか飲んでたりするんですけど、それが、渚りおちゃんが始めた水色工場委員会っていうやつで、お、私のメンターになります。なるほど。じゃあ割とキャバ嬢でってよりはそういう寄りになりたい。あ、そうですね、女の子にモテたい。なるほど。ああ、うん、確かに女の子系良さそうですもんね。なるほど。私は元エースグループでエースクイーン取った六本木 リリックで働いてるセナさんがすごい憧れてる。やっぱ直接会って もうすごいオーラがすごい、で気遣いもすごいんで、接客とかもパクろうと思って、もう秋田から会いに行ったりとかもして。それ秋田から当時大阪だった時に会いに行ったってことですか。あ、もう大阪の時には会えなくて、あ、リリックに会いに来ました。なるほどなるほど。私は知ってるかな、モンリョウちゃん。あ、うん、めちゃくちゃ知ってる。めちゃくちゃ一番言われるはっきりしてる感じとか、ちょっと男っぽいところとか、センスがいいですね、何でも。メイクもそうやし、今 YouTube やめちゃったけど当時もめっちゃ見てて憧れて入ったって感じです。私はひめかちゃんが大好きで、大学生の時から進撃のチャンネルとかでずっと見てて、こういうキャバ嬢になりたいなっていうのでなったっていうのもあるんで、憧れてます。私はジャングルおぉ、これすごくないですか。お綺麗なんですけど、バシバシ言うところがギャップがあってめちゃくちゃ好きです。いや嬉しい。今日のために作ったんですか。いや全然もう逆にリノさんは憧れたキャバ嬢とかいるんですか。私いないんですよね。自分が結構あんまり王道系じゃないんで、王道を目指しちゃうとそれに慣れない自分に嫌になっちゃいそうだなと思って、ガリを通してます。かっこいいですか。かっこいい。そういうとこが、そういうとこが好きっすね。続いては地方と東京のキャバクラの違いがどんな感じかってことですね。うーん、お金も違いなくって
やっぱり人口少ない。うん、いやでもちょっとその私都会で働いたことがないから、うん、ちょっと比べようがないんだけど、やっぱ SNS を通したキラキラした世界通りって考えるとかなりギャップありますよね、うん、ちょっと10時までのオフィスとか全然ある。全然あります。じゃあ来るのは同じ人ばっかってことなんですか。半分地元の半分旅行客ですね。逆にその東京のキャバクラのイメージでどんなイメージあります？もう常に満卓、ひっきりなしにこう人が入ってきて、とりあえずシャンパンみたいな。ですね。地方なんてまあお祝いですよ、シャンパンが来るのは。っていうところを聞くと地方で働くことがめちゃくちゃ大変そうだなって思っちゃいますけど、地方の良さって逆にあったりします？ない、ないの。街が狭いんでやっぱりこう顔を広める分にはめちゃくちゃ早いし、競争率を考えた時に店舗数がそもそも少ないんで、一回人気出ちゃうと結構勝ちゲーな、うん、じゃあもうここ二人は割と地元のもう覇者みたいな感じどうなの、そういうことですよね。私は多分地元で人気というよりかは熊本に来られた観光客を結構総取りしてます。そこで言うと地元で一番可愛いみなちゃんみたいな感じなんで楽勝でした。楽勝でした。あ、楽勝じゃあまあこれ言える範囲でいいんですけども、時給はどのぐらい、まあ、時給っていうのは何て言えばいいんですかね。東京とその地方の違いを聞けたらな。最初の時給とかの方がいいですよ。逆に入った時から多分時給が変動してないで、なんかあの折半みたいな、はいはいはい、パーセンテージの制度が今めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、はい、それでいただいてたんで、時給は変えたことないです。あ、なるほどね、なるほどね。ちなみに熊本の時給はだいたい4000〜5000ぐらいだと思う。でも意外とじゃない、うんうん、だって私東京で一番最初に18ぐらいの時に滞在した時の5000円ぐらいです。えリア中目黒だった。中目黒でもおしゃれな街なんですけど、キャバクラ4店舗しかなくて、本当にくくりで言うと地方みたいな感じなんで、意外と、うん、秋田はどうですか。多分最低で2000円間だと思います、秋田は。2000円っていうとね、ちょっとお給料いいお昼間の会社ぐらいです。いいな。ちゃんはどうでした。私はちゃんといただいてます。ちゃんといただいてました。あと5000円。おー、地元の。まあ、でも東京来たら何十倍。夢ありますね。夢ありますね。いいな。嬉しいからね。お店の料金体制について聞こうかな。熊本はだいたいセット料金が5000円とか4000円とかの締め料1000円で、女の子のドリンクがだいたい1000円とか1500とかなんで、普通にちょっと女の子に 2,3 杯飲ませてワンセット1万ちょいとかじゃないかなと思います。シャンパンとかどんな感じですか、ね、シャンパンは意外と田舎ほど高い気がします。あ、ですね。そうめいさんで、9。あ、同じぐらいですね。あ、一緒ですか、はい、でも同じなんですけど、秋田もセット料金5000円、6000円ですね。締め料金が2000円です。よく出るお酒とかあります。個人的にはそうめんなんですけど、お店全体はやっぱブーブーですね。多いのはリオは、どうなんだろう、セット料金、時間によって違うんですけど、早かったら1万円で、9時以降は1万4000円から。うーん、セット料金を知らなくて全部メニューを持ってきてくださいって言って、メニュー見てしか言ったことがなくて、その身で来ない前提でしか話せないから、セット料金を記憶してなくて、うん、かっこいい、覚えてない。そんなの気にしてるなら来んなって話ですよね。シャンパンめっちゃ聞こえるけど。ジャングルはどんな感じだったっけ。だいたい3万ぐらいですね。どうですか、その前のお店と色々比べて。いや、ジャングルの方が断然もう素の身とかない、ない、うん、結構握りしめてこんと、うん、無理ですよ。続いてはどんなお客さんが来るのか、お客さんについて。私のお客さんは、まあ、もちろん地元の方もいらっしゃるんですけど、県外から熊本に旅行に来た方から、あと女の子がやっぱ多いですね。へー、うん、女の子多いと思います。秋田はやっぱり地元が多いです、やっぱり、
え、漁師さんとかいます？あ、漁師もたまに来ますよ。あ、漁師さんたちってお金持ってるよね。あ、使う人と使わない人がやっぱいます。へぇ、年上の方がやっぱり使います。あ、まあ、若いやつらはやっぱ使わない。小級生なのかもしれないですね。はい。へぇ、リオは割とノリノリな人が多いかもしれない。今のもうやみたいな。うーん、キーや勝ち込んでシャンパン飲むみたいな人が多いかもしれない。一旦ね、10個ぐらい頼んで。結構いく。だから結構しょっぱなによって、その勢い、あ、でも酔ってるからこそ、値段やすいかもしれない。飲もうよみたいな。続いてアスカ。私のお客さんは、なんか私があんまりお酒強くないんで、はい、ノリノリ系のお客さんにはあんまり多分響かない。あなんで、多分おじさん多め。あ、多分守りたい系女子ですよね、多分。じゃああんまりお酒は飲まないんですか？そうですね、あんまり飲めないです。どうですか、みなちゃん？私も結構飲まされますね。結構毎日めちゃくちゃ飲みます。お酒は強いんですか？強いです。あ、九州はお酒強いイメージがありますね。客層がそれぞれありますね。地域もあるし、個人的なジャンルもありますね。はい、今まで出会った行った客の話は、まあ、できる範囲いれば。そう、素飲みで来られる締めのお客様がいて、カツラをかぶられてて、こうサングラスをはめてて、マスクをはめてる、まあまあちょっと不思議な方が、なんか多分最初 SNS 締めで来てくださって、話してたら、なんか僕の好きなところ、いいところを、もう名刺か、このナプキン、あのカメラに、こう、箇条書きで書けみたいな。めんどくさーがあって、まあ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 、全然私変な人好きなんで。そのどうすんのって聞いたら、あ、これ家に帰って A4 ノートにまとめてる。まあ4冊目なんでみたいな。あーねみたいな。結構癖強めだなみたいな。癖強い客が。うん、これラストのバースデーも来てくださって、その身でしたね。プロなの。一番こうコスパよくキャバクラ楽しまれてるみたいな。確かに。確かに。ナプキンだけですもんね。そうです。私は営業終わり1時に終わるんですけど、毎回電話かかってきて、今日は何組来た、今日誰来た、何のシャンパン開いたとか、全部聞き出すお客さんで、私の半分のマネージャーみたいに気を振って、でしかもその人も週1ぐらいで来るんですけど、やっぱ素飲み。あとアフターは絶対に済んだ。全部私のことを把握したいみたいな。でも休みの日はいつだ、飯行くべ、家どこ、家行くべ、ノーアルなんですよ、お客様が。で、車で店の前にずっと巡回してるんです。うわで、家とかも把握されそうで怖くて、秋田だったらみんな知ってるようなお客様。みんなにそれをやるってこと。多分みんなにそれやるんですかね。足の爪の間かかしてよ。はみんな臭いんやろ、嗅がしてるとか。あー、匂い口系が結構いたかもしれない。いた客っていうのか分かんないんですけど、基本みんないいお客さんしかいないんですけど、一回指名じゃなくてフリーで来た人に、なんか次会う時同伴でホテル行こうって言われて、で断ってその場でも、けど LINE でもずーっと毎日それが送られてきて、でずっと返信してなかったんです。はいはいはい。ずーっと無視し続けてたら、お店の代表に連絡されて、明日から LINE が返ってこないから返すように言ってほしい、店から。で店から連絡が来て、もうほんまにごめんやけどスタンプ1個だけでもいいから返してあげてほしい、ちょっと面倒くさいからって言われて返しました、スタンプ1個で。その後も来てたけど、もう一回断って、じゃあもう来なくなったって。けどちょうど、一昨日いました。へぇー。フロアにいました。もう3月のお客さん。いらないですね。はい。お客様でめっちゃ、ほぼエースみたいな方がいて、その方が自分の顔のぬいぐるみ、お客さんの顔のぬいぐるみと、Tシャツとパンツ
とマグカップが店に送られてきてました。怖かったですね。それはそれどうしたの。いや、返しました。返したで、いらないって言ったの。返しました、返しました。怖くてその後は指名してくれるの。いや、もうしてくれなかったです。でもそう、結構もう精神的にもしてたんで。あ、じゃあ弟結構きつかった。そうです、そうです。それぞれきつい人いますね。じゃあ最後の質問で、今後東京に進出してみたい気持ち、もしくは地方にちょっと行ってもいいかなみたいな気持ちがあるかどうか、うん、どうですか、テッサン、お店を。私は行ってみたいです、うん、ただちょっとまだ決まってないんで、規模感だったりとか、やっぱ田舎にはない都会ならではのこう強みとかがあるけど、やっぱまあ地方は地方でちょっと美味しい部分もねあるんで、まあ九州中洲に残るのもありだなとかもちょっと思ってます。へえ、はい、期待ですね。期待ですね。はい、はい、と私もやっぱ大都会に出てみたいですよ。はいはいはい、ずっと田舎にいるので見てみたいですね。大阪行ってみたいですね。私も東京でしか働いたことがないので、うん、なんか大阪もノリが楽しそう。確かに合いそうですよね、うん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 、ちょっと行ってみたいなぐらいで。おお、そうね、うん、いいですね。私大阪出身なんですけど、はい、大阪の人ってめっちゃノリいいって感じなんで、うんうん、逆に私は大阪だと、なるほどね、響かないなるほどね、なるほどと思うんで、東京の方が合ってるかなって思ってるん で、うん、でやっぱ東京のキャバ嬢さんもすごい人めっちゃ多いから、その中で有名になる方が自分的にはいいなって思うんで、東京しかもう考えてないです。東京で頑張っていただきましょう。はい、逆にちょっと大阪とか行ってみたいな。でも多分あんまり私もなんか埋まっちゃいそう、大阪だったら。でも本当東京にいたいと思います。ということで、ね、素晴らしい回になりました。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ということでですね、もしじゃあ今日東京と地方の働いてる方々と、なおかつアゲハが今注目するというキャバ嬢さんたちなので、今後ともアゲハで追っかけさせてもらえればと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アゲハでした。